だいぶ早く着いちゃった。どこにいればいいんだろう。あ、この声、ルカちゃん？まだレッスン中かな。こんな感じかな。プロデューサーさん。いえ、まだ張り切りすぎて早く着いちゃいました。そうなんですか。まだ終わってないみたいですけど。今ちょっとだけ合わせましたよ。はなちゃん、ありがとう。安くて可愛い靴下買えたよ。よかった。でも制服用に靴下買うのってなんか懐かしいな。そんなに前のことでもないよね。あ、本屋さん。寄っていいかな。私に付き合わせてばっかりになっちゃうけど。ううん、私もちょうど行きたかったし、雑誌を見てアイドルの勉強しようかなって。あ、はなちゃん、それ私も同じことしようとしてた。ことは同じでしたね。こんなにいっぱいどうしよう。ご自由にどうぞって書いてここに積んでおくとか。そうですかね。ルカちゃんは気にしないでくださいっていうのも書いておくとか。私たちこんなにいっぱい雑誌持って